本首相受賞に際して、日本学士院より公表された、肖像写真、石井石子は、日本の数学者、東京大学名誉教授、東京工業大学名誉教授、専門は、大数幾何学、理学博士、富山県高岡市生まれ、1969年、富山県立高岡高等学校を卒業、高校在学中に、特殊相対性理論へ興味を持ったという、 1973年、東京女子大学分理学部数理学科卒業。1975年、早稲田大学大学院理工学研究科数学、専攻修士課程修了。1982年、東京都立大学大学院理学研究科数学、専攻博士課程単位取得満期退学。 1984年、オンモジュライスキームオブサブリングスオブ、A ローカルリングで、理学博士。1984年から、日本学術振興会奨励研究員。1988年から、九州大学助手。1989年から、東京工業大学助手。1990年から、同大学理学部助教授。1998年から、 同大学大学院理工学研究科教授、2011年から、東京大学大学院数理科学研究科教授、2016年から、東京女子大学特任教授、2018年から、聖火大学研職教授。2021年現在、東京大学名誉教授、東京工業大学名誉教授。2008年10月18日、富山県知事選挙にて、 夫の石井隆一と、ありがとうございます。